はい、こんにちは。今回はカッティングのね、ちょっとした歯切れを良くするためのコツというものを、お話ししていこうと思います。例えばこういうコードがあったとしますと、コード進行がね、まず最初インセブンスのシャープナインスですね、地味変コードというやつです。で次に、A7 ね、こういう弾き方しないかもしれないんですが、今回はちょっと話を進めるためにあえてこういう弾き方をします。まず普通の A7 プラス5度の音ね、つまり2弦の8フレットを小指でさらに押さえます、でこの間を行ったり来たりする進行があったときに、もう一見してこれはダメですよね。カッティングチャカチャカ一応言ってるけども、音が分厚すぎるし、あと左手の動きもなんかこう忙しそうで、見てられないと。これね、じゃあこういう時にどうするかっていう一つ考え方としてね、まず音を減らすっていうのが基本的な考え方なんですが、残す2音をね、この上2音、つまり、3弦の7フレットと2弦の8フレット、この2音だけ弾くと。で次の A7 の時もこの上2音、3弦の6フレットと2弦の8フレット、この2音だけ弾くことで、コードの機能は全く同じまま歯切れのいいカッティングができます。さっきの全部弾くとこんな感じで、上2音だけ弾くとも全く印象違いますよね。で音減ってるけども、ルート音はベースが担当してくれるし、担当してくれるので、ギターはリズムとかね、もっとこうパーカッシブな面に気を使った方がいいんですね。そうするとここの2音弾いてるだけで十分なんですね。で指もすごい簡単です。今弾いてるのは3弦の7フレットの中指、2弦の8フレットを小指で最初弾いてますね。で次は、3弦の6フレット人差し指で押さえて小指は動かしてないです。こんな感じですね。これでさっきと全く同じ機能を果たしながら、音が少なくて済むと。でもなんかこうノリがいいでしょ。注意点としては、右手はまずね、6弦から1弦まで全部弾かないことですね。全部ブラッシングするとこんな感じです。じゃあどうするかというと、1、2、3弦だけに当てるんですね。まあ、結構なんとか僕の動画の中で言ってるんですが、全部ブラッシングするより上だけブラッシング、上の1、2、3弦だけブラッシングする方が歯切れのいい音が得られますね。左手の注意点としてはやはりミュートですね。さっきからちょこちょこ音が鳴っちゃってるんですけども、6弦5弦を親指の腹で、ミュートします。で、4弦も弾かないんですが、これもミュートする必要があって、それはこの人差し指でね、人差し指の先を4弦にちょっと触れてあげて6、5、4、まあ、こんな風に音が鳴らないように仕上げますね。あんまり力を入れすぎちゃうと音が鳴っちゃうんで、こう軽く触れる感じ、そうすると6弦からこういう風に弾いてあげても一応鳴らないと。
すごいもう歯切れがいいですね。というわけで今回は、まあ、カッティングのね歯切れを良くするためのちょっとした考え方のコツというかね、そういうお話でした。お付き合いありがとうございました。